阪神甲子園球場です。高校チーム対先攻チーム、この試合の模様をお送りいたします。高校チームの先発は左の、先攻チームの先発は右の、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、バッターは第9、投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、変化球ストライク、低め。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。打球が転がっている、ボールは中継、ランナー2塁でストップ、ツーベース。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番、先攻チーム、いきなり先制のチャンスを迎え、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第1球投げました、カーブはボール、投げた、高め、ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球は決まってストライク、投げた、ボール、膝元外れます。カウントは3ボール1ストライク。第5球、ここは歩かされます。さあ、先制のチャンスにバッター、ネクストバッターサークルに控えているのは、まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第9投げた、アウトコース高め、ストライク。いきなり153キロ、アウトロー際どい球、ボール。カウント1ボール1ストライク、投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、掴みました、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー二人を置いて迎えるバッターは、第1球決まった、ストライク。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、ストレートはボール。インコースへ、カウント1ボール2ストライク、見逃し三振。バッターは5番、背番号85、まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。第9投げました、ボール。さあ、次の投球、カットボール見送ってストライク、投げました、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁二塁残塁、先攻チーム、スコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター広瀬、投げました、初球空振り。第2球投げました、縦のカーブはストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、縦のカーブ、空振り三振、ナイスピッチング。バッター高木、第9投げた、初球シュートは空振り。第2球投げた、肩のカーブ見送ってストライク。投球はこれから3球目、見逃しの三振。バッターは王、第9投げた、初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、ボール、アウトローへ、これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライクです。投げました、シュートはボール。カウントは2ボール1ストライクです。シュートは空振り。次は5球目、打った、強い当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、センター見送った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えました。高校チーム先制、1対0、チームメイトが迎えます。バッター長嶋、第9投げました、ボール。1球外してきました。
第2球投げました、打ちました、抜けた、ボールは中継、長嶋ヒットを放ちました。続くバッターは背番号19第9、投げました、ボール一塁へ一つ牽制球を送りました、タッチセーフ。さあ次の投球、外角直球は外れてボール、カウントはツーボールノーストライク、投げました、ストレートはボール、カウントスリーボールノーストライクです。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。第4球を投げた、内角低め見送ってストライク、伸びのあるストレート。第5球投げた、ストレート見送ってストライク。第6球をランナースタート、三振。1回が終了しまして1対0、先攻チーム先制点を奪われています。2回の表1点を追いかけます。先攻チーム攻撃に入ります。バッターは第9、投げた、ストレートはボール、まずはインハイ、攻めてきます。さあ次の投球、投げた、空振り、キレのある変化球、投げた、打った、おー、ボールを取る、取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9、ボール、まずは外角。ビールいかがですか。さあ次の投球、投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッター第9、投げました、初球を打った、取って、これでスリーアウトチェンジ。先攻チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の表が終わって1対0、高校チーム1点リードは変わりません。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは張本、投げました、カットボールはボール、わずかに外れました。第2球、インサイド空振り。第3球を投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球、投げた、打った、1、2塁間への当たり、抜いていった、ボールは中継、張本ヒットを放ちました。バッターは背番号8、まずは1塁牽制、タッチはセーフ。第9、投げた、外、ボール、投球これから2球目、外のボール球打った、セカンド左へのゴロ、2塁アウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。バッター豊田、第9、投げた、初球外れても大きく外れました。第2球、投げた、変化球ストライク、高め。投球は3球目、投げた、打った、打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました、これで3アウト。2回の裏が終わりまして1対0、高校チームこの回無得点です。先攻チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは投げました、ストライク、変化球にキレがあります。第2球、投げました、これはボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、打ちました、ピッチャー返し、豊田掴んだ、ショートから1塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9、投げました、初球から打ってった、ショートバウンド、ボールを取った、ここはうまい守備に阻まれました。そして続くバッターは第9、投げました、ボール、ここはよく選びました。第2球、直球ストライク、外角高め、タイミング合いません。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでから第4球を投げた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。第5球、投げた、流し打ち、どうだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先攻チーム三者凡退に倒れました。3回の表が終わって1対0、高校チーム1点リードは変わりません。高校チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターストライク、伸びのあるストレート、
第2球投げた、内角際どい球、ボール、カウントワンボールワンストライク、外れた、ボール、これはわずかに外れています。カウントはツーボールワンストライク、投げた、低めボール球打った、当たり損ない、ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは広瀬、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、直球ストライク、外角高め、初球空振りから投げました、打ちました、ファインプレー、一塁へ送る、軽快にさばいてツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。次のバッターは高木、高木森道、第1球投げました、初球外れても1球外します。第2球投げました、打ったいい当たりだ、センターへ持っていった、ヒットになります、センター下がった、ボールはセカンドへ、高木ツーベースヒット、これで2打数の1安打、ランナー1人を置いて迎えるバッターは王、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか、二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、第2球まっすぐ空振り、147キロストレート、第3球を投げました、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、追い込んで第4球をボール、アウトコース低め、カウンターツーボールツーストライク、投げました、打ちました、打球は三遊間へ、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。序盤終了しまして1対0、高校チーム現在1点をリードしています。ゲームは中盤戦に入ります。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、初球空振り、いきなり154キロ、1球目空振りから、第2球ストレートはボール、バッターよく見ました、カウントワンボールワンストライク、投げた、見送ってボール、ここはよく選びました、カウントは2ボール1ストライク、投げた、ストライク、さあ5球目、流し打ち、レフトの左、クリーンヒット、一塁回って二塁へ、ボールはセカンドへ、ツーベースヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ同点のチャンスにバッター、第1球投げた、初球外れても1球外してきました、投球これから2球目、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、内角球空振り、第4球を投げました、インロー見送ってストライク、伸びのあるストレート、投げました、外れた、ボール、カウントは3ボール2ストライク、第6球は空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは、この後に控えているのは、投げました、打ちました、初球打ち、アウト、これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは6番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました、初球を打ちました、ショートバウンド、1塁送球、ここは守備に阻まれました、スリーアウトチェンジ、二塁までランナーを進めましたが同点に追いつくことはできませんでした。4回の表が終わって1対0、高校チーム1点リードは変わりません。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター長島、これが2度目のバッターボックス、第2球投げました、打った、取った、一塁へ送る、アウト、長島いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、見送ってボール、第2球投げた、ボール、カウンター2ボール、第3球を投げた、見送ってストライク、第4球を投げた、ボール、カウントは3ボール1ストライク、さあ投球は5球目、投げた、直球空振り、少し迷ったか、
投げました。ストライク。見逃し三振。バッター張本。第9球投げました。初球空振り。第2球2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。低め空振り三振。最後は伸びのあるストレート。最後は空振り三振で打ち取りました。4回の裏が終わりまして1対0高校チーム現在1点をリードしています。5回の表1点を追いかけます。先行チーム攻撃に入ります。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。第9球ボール。第2球投げました。ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。投げました。変化球ストライク。アウトローへ。さあ4球目打ちました。豊田ボールを取る。アウト。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた。ストレート見送ってストライク。いきなり152キロ。第2球投げた。ボール。インコース低め。カウントはワンボールワンストライクです。投げた。打ちました。あっと抜けた。ヒットを放ちました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッター第9投げた。初球外れてボール。投げた。直球ストライク。アウトローへ。一塁へ牽制球を送ります。タッチセーフ。第3球を投げました。打った。右中間へ持っていきましたが右中間深いところ掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。そして次のバッターは第9球カーブはボール。まずは膝元。投げました。ストレート空振り。第3球を投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目投げました。インロー際どい球ボール。ここはよく選びました。カウントは3ボール1ストライク。次が6球目ランナースタートを切った。打ちました。ボールはライナーで右中間へ。ヒット。ライトからサードへ。ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。ランナー2人を置いて迎えるバッターは先行チーム一打同点の場面を迎えています。ドロップ見送ってストライク。キレのある変化球。第2球投げました。2球目空振り。タイミング合いません。投球はこれから3球目。打った。痛烈な当たり。ボールはレフトへ飛んでいきました。がっちりと掴みました。得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。5回の表が終わって1対0高校チーム依然1点リードを保っています。5回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッターは今日2度目のバッターボックス。投げた。初球空振り。伸びのあるストレート。第2球投げた。ストライク。追い込んでから第3球を投げた。打ちました。これはセカンド真正面。セカンドから一塁送球。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは豊田。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた。直球ストライク。タイミング合いません。第2球低めいっぱいストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。バッター第9球投げました。アウトコース外れてボール。わずかに外れました。第2球投げました。低めギリギリいっぱいストライク。伸びのあるストレート。打った。ダイレクトでボールを掴んでアウト。下位打線を三者凡退0点に抑えています。5回までが終了しまして1対0高校チームスコアボードに0が入ります。ゲームは後半に入ります。バッターはこれが3度目のバッターボックス。第9球投げました。初球を打った。
センター方向に持っていきましたが、センターバック掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはここまで2三振といいところがありません。投げました、初球から打ってった、ショート右横のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター今日はセカンドゴロとピッチャーゴロ、投げました、ボール。第2球、低めいっぱい、ストライク。第3球は打ちました、長嶋。ダイレクトでボールを掴んでアウト。先行チームクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。6回の表が終わって1対0、高校チーム依然1点リードしています。高校チーム、この回1番からの好打順になります。バッターは広瀬、今日は三振とセカンドゴロ、もうこれはわずかに外れています。第2球、投げた、インコース引っ張った、掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは高木。第9、投げた、外れた、ボール。第2球、投げた、アウトロー、際どい球、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、縦のカーブは空振り、少し迷ったか。投球これから5球目、151キロ直球、空振り三振。バッター王、今日3打席目。第9、投げました、シュート見送ってストライク。第2球、投げました、インハイ際どい球、ボール。胸元をついてきます。カウント1ボール1ストライク、投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、リードを2点に広げます。素晴らしい一発が出ました。続くバッターは長嶋。第9、投げました、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、そして今拾い直した、記録はヒット。バッターここまで2打席連続三振。第9、投げました、ストレートはボール。まずアウトコース低め、慎重に攻めてきます。投げた、ボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、3球目ストライク。次は4球目、投げた、打ちました、いい当たり、センターへ上がった、センター交代、掴んで、これで3アウトになります。中盤まで終了しまして2対0、高校チームリードを2点としています。試合は終盤7回に入ります。バッターは今日はファーストゴロとセカンドゴロ。第9、投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球、打った、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター今日はセンターフライとショートゴロ。第9、投げた、初球空振り、カーブに全くタイミング合いません。第2球、投げました、ドロップはボール。バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク、投げました、空振り、変化球にキレがあります。第4球を投げました、ボール。ここはよく選びました。カウント2ボール2ストライクです。見送ってボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました、150キロ直球、空振り三振。バッターはこれが3度目のバッターボックス。第9、投げました、ストライク。第2球、投げた、外角高め、外れてボール。カウント1ボール1ストライク、ボール。外角低め、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク、投げた、4球目空振り、タイミング合いません。次は5球目、見逃し三振、最後は見逃し三振に打ち取られました。7回の表が終わって2対0、高校チーム2点リードは変わりません。
7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター張本、先行チームピッチャー交代です。マウンドを降りまして左の今日2人目のピッチャーとして登板です。第9、投げた、チェンジアップ、ボール、まずは外角低め。第2球投げた、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク。投げた、打った、十分ご注意ください。第4球を投げました、引っ張った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッター、今日はセカンドへの併殺だと、セカンドゴロ、投げました、初球外れても。第2球投げました、ストレートはボール、アウトローへ。カウントは2ボールノーストライク。外角高め際どい球、ボール、これはわずかに外れています。カウントは3ボールノーストライク。投げました、インハイギリギリいっぱい、ストライク、キレのある変化球、投げました、アウトローへ、ストライク。第6球を投げた、アウトコース低め、空振り三振。バッターは豊田、今日はセンターフライと三振。投げた、初球を打ちました、センター方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウト、チェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。7回の裏が終わりまして2対0、高校チーム得点差はわずかに2点です。先行チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは代打は第9、投げた、ボール、バッターよく見ました、投げた、ボール、アウトコース低め、ここはよく選びました。カウントは2ボール、投げた、カットボール、空振り、投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、センター、センター見上げた、ホームラン、代打ホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、意地の一発、完封を阻止しました。チームメイトが迎えます。バッター、今日はここまで3打数2安打。第9、投げました、変化球、ストライク、インコースへ。第2球、これもしかし空振り、5球は3球目、投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、カットボール、空振り三振、高めの変化球にやられました。バッターは代打に変わりまして背番号81、外野は長打を警戒します。第9、投げました、外れた、ボール、完全なボール球。第2球、投げた、ドロップ、空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、154キロ直球、空振り三振。バッター、今日はここまで3打数1安打。第9、初球を打った、1・2塁間のゴロ、高木ボールを掴んだ、アウト、3アウト、チェンジ。8回の表が終わって2対1、先行チームあと1点を追いかけます。先行チーム、ピッチャーを変えてきました。降板、マウンド上ピッチャーは今日3人目のピッチャーとして登板です。ピンチヒッターは第9、
初球から打ってった。これは内野ゴロ。取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは広瀬。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。ボール、いいところですが外れています。投球これから2球目。ボール、低めわずかながら外れています。カウントは2ボールノーストライク。投げた。まっすぐ見送ってストライク。伸びのあるストレート。次は4球目。投げた。内角高め見送ってストライク。伸びのあるストレート。第5球投げました。ボール、これは外れます。フルカウント。第6球を投げました。打ちました。三遊間の打球、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター高木。高木森道。第1球決まってストライク。第2球投げました。またも空振り。伸びのあるストレート。投球は3球目。投げました。外角低め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。打った。流し打ち。内野ゴロ。ボールを取る。自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。三者凡退に抑えています。8回までが終了しまして、2対1、高校チーム無得点で終了です。マウンドを降りまして、マウンドに上がったのは最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。バッターは今日4度目のバッターボックス。投げた。初球空振り。第2球投げた。カーブはボール。バッターよく見ました。カウントは1ボール1ストライクです。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。これはいい当たり。入れば同点だ。いった。一直線。入った入った。ホームラン。同点ホームラン。スタンドへ突き刺さった。シュートを完璧に捉えました。先攻チーム意地とプライドを見せました。今チームメイトが迎えます。バッターはこれが4度目のバッターボックス。第1球投げた。見送ってストライク。第2球ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。流し打ち。どうだ。打球はレフトの左へ。これはヒットになります。ボールが転がる。ボールはセカンドへ。いいバッティングを見せました。初安打。バッターは6番、今日4度目のバッターボックス。第1球決まってストライク。投球これから2球目。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。インハイ際どい球。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。インコース引っ張った。あっと取れない。レフトバックホーム。ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。さあ、このゲーム最大の見せ場となりました。内野バックホーム体制。第1球投げました。見送ってボール。膝元外れます。第2球投げました。低め外角ストライク。投げました。インコース高め。ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。投げた。打ちました。前進守備ファーストの正面。一塁はアウト。先攻チームついに勝ち越しました。先攻チーム貴重な1点を追加。3対2。先攻チーム見事チャンスをものにしました。降板右の村山。最終回1点差でマウンドに上がります。バッターは8番、これが4度目のバッターボックス。第9、ストレートはボール。まずは外角高め。これは外れます。投げた。低めストライク。第3球を投げた。まっすぐ空振り。バッター追い込まれました。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。第4球は内角高め。見逃し三振。バッターはピッチャー。
第9球投げた、打ちました、初球打ち、センターへの打球がっちりキャッチ。9回の表が終わって3対2、先攻チーム1点リードに変わっています。先行チームピッチャーを交代します。マウンドを降りまして、ここでマウンドに上がったのは最終回1点差でマウンドに上がります。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター王、スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。投げた、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボール、ストライク。変化球にキレがあります。第4球を投げました、内角低め見送ってストライク。第5球投げました、打ちました、しかしこれは距離が出ないレフトフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター長嶋、第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、ボール、外角へ、カウントは2ボール1ストライク。投げた、ボール、カウントは3ボール1ストライクです。さあ5球目、打った、掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。そして続くバッターは先行チーム、ここは何としても抑えたい場面。投げた、ボール、まずはアウトロー、投げた、ストライク。第3球は低め、ライジングキャノンは外れてボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、4球目、空振り、あと1球です。第5球投げた、146キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。先行チーム1点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2、先行チーム僅差で勝利しています。勝利投手は、敗戦投手は、そして西武は、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。